BNABNA はトリガー制作による日本のテレビアニメ作品。2020年4月から6月までフジテレビウルトラ枠にて放送された。21世紀に歴史の闇に隠れていた獣人たちの存在が明らかになり始めた舞台が描かれる。人ならざる獣人たちが人間からの差別を逃れ自由に生きられる街、アニマシティ。 タヌキ獣人の影、森ミちるは一人アニマシティにやってきたが、騒動に巻き込まれ、狼獣人、大神郎に出会う。みちるは、元人間の獣人だった。アニマシティに、獣人、銀狼を競争とする銀狼教団が、永住許可を求めてやってくる。銀狼は、みちるの元親友、日渡りなずなだった。なずなはみちるよりも早く獣人化し、以後行方不明になっていた。 ミチルは、ナズナとの再会を喜ぶが、シルバスタ製薬の CEO アランにより、教団の永住は延期される。殺し屋に襲われたアランを、ナズナが救い、獣人たちは銀狼に熱狂する。しかし、本物の銀狼は、大神四郎だった。アランは獣人たちをコントロールするためナズナを銀狼に、仕立て上げ、自作自演の事件を起こしていた。 ミチルとナズナが獣人化したのは重院死死薬を誤って輸血されたのが原因だった。アランはミチルに獣人病の治療薬の開発が終わるまでナズナへの協力を求める。重院死亡相傷候群、ニルバジールシンドロームで町が滅ぶのを防ぐため、アランはメディカルセンターで獣人を人間に変えるワクチン開発を進めていたが、シロウは反発する。銀狼教団が ナズナのコンサートを開くことになり、ナズナは自分が人間であることを打ち明けようとする。ミチルはトめに入ったが、教団の修行長ボリスが、ナズナが人間であることを明かす。ショックを受けた獣人たちがニルバジールシンドロームを発症し暴走。シロウも発症しミチルに噛みつくが正気に帰り、ミチルとナズナの獣医師から結成が作れることがわかる。 獣人を人間化するワクチンを散布しようとするアランは、ロ郎と対立し、純血種の獣人、金労になり、ロ郎を叩きのめす。ミチルは、ロ郎の遠吠えが獣人を正気に戻すと気づく。ロ郎は、アランとの激しい戦いの末、アランにとどめを刺すのを止める。ミチルとナズナは、ロ郎の遠吠えを街中に放送し、獣人たちは平穏を取り戻す。ミチルは、 なずなとともにアニマシティに残ることを決める。2017年放送のリトルウィッチアカデミアで初監督を務めた吉成洋はその続編の企画を2018年も進めていたが結局その企画はなかったこととなった。それに代わる企画としてテーマというよりも題材として変身ものをやらないかとのオファーがあった。当初は手塚治虫の 不思議なメルモみたいな変身魔法少女作品を提案されたが、変身を題材にするなら、ネットフリックスで、デビルマン・クライ・ベイビーなどのハードな作品が流行っていた、ことから、ハード要素のある、手塚治虫のバンパイアのような方向性が良いとなり、最終的に獣に変身する種族、獣人をモチーフにした作品へと舵を切ることになった。その後、トリガーの大塚社長の仲介で、 中島和樹が2019年6月前後に企画に参加したが、すでに男女二人バディによる物語であることや、大まかな設定は決まっていた。一目で視聴者の目を引く作品にしたい、との思いから、強烈なイメージが特徴的なカナダ人アーティストのジェニスちゃんにコンセプトアートを依頼することになり、日本ではあまり見られない漢字の色彩感覚のあるアニメに仕上がった。 インターネットではネットフリックスにて2020年3月21日より1話から6話までを2020年5月6日より7話から12話までを先行配信。バルバレーロゼの少女時代を描いたスピンオフ作品 BNA0BNA0 マスサラになれない獣たちがダッシュ X 文庫より2020年4月24日に発売された。著者は伊勢ネキセ監修は 中島和樹、デザイン監修、イラストアトリガー。朝の作画によるコミカライズ作品が2020年5月29日から隣のヤングジャンプにて連載中。BNA0BNA0 マスさらになれない獣たちに関するカテゴリー。ありがとうございます。